1990年代初頭に発売されたソニーのデジタルオーディオレコーダーです。 DAT フォーマットを採用することで従来のアナログテープに比べて圧倒的に高音質な録音が可能になりました。またポータブルなデザインでありながらプロフェッショナル用途に耐える堅牢な構造を持っており、フィールドレコーディングにも対応し、現場での使用においても信頼性が高かったです。アナログおよびデジタルの両方の入力出力を備えており、多様な機器との接続が可能で、これによりスタジオ内外での使用が容易になったのも大きな特徴の一つです。デジタルオーディオレコーダーの始まりは1970年代初頭で、デジタル録音の黎明期と言われています。1982年にはソニーとフィリップスが共同開発したコンパクトディスク CD が市場に登場し、デジタルオーディオの普及が加速しました。1987年デジタルオーディオテープ DAT が市場に導入されました。ソニーはその先駆けであり、高音質とポータビリティを兼ね揃えた DAT レコーダーがプロフェッショナルから一般消費者に広まりました。1992年にはソニーからミニディスク MD が登場し、2001年にはアップルが iPod を発表、デジタル音楽プレイヤー市場に革命をもたらしました。デジタルオーディオレコーダーの歴史は技術革新とともに進化してきました。1970年代の黎明期から始まり、1980年代の普及期、1990年代のポータブル化、2000年代のデジタル化の加速、そして2020年代の高音質と利便性の追求といった流れで、現代のデジタルオーディオレコーダーは録音技術の最前線を走り続けています。